はい、おはようございます。栃木百名山ハンターのサルメでございます。今日もですね、栃木百名山山動画をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、来ましたのは宇都宮市のですね、最北端にあります栃木百名山本山ですね、こちらの方をお届けしていきたいと思います。まあ、宇都宮市の一番メジャーな山はですね、宇都宮の西の方にありますね、古賀志山がですね一番メジャーなんですけれどもね、こちら本山はですね、日光市と宇都宮市の境にございます。今日登るのも2回目なんですけれどもね、結構綺麗な、いい山なんでね、おすすめでございますので、これから登っていきたいと思うんですけれども、登山口なんですけれどもね、宇都宮市の子どもの森公園というこちらの駐車場がございますので、こちらに駐車しましての登山開始ということで、これから登っていきたいと思います。はい、登山開始のね状況でございますけれどもね、子どもの森公園の方にね入っていきますと、入り口のですね手前ですね、こちらにも榛名山男山ということでね、登山口が道標がありますんでね、分かりやすいですね。以前来た時はねこれなかったんでね、ちょっとね迷っちゃったっていうね経緯があるんですけれども、ああこれは分かりやすいわ。もうすぐですね、登山口ってことで道標がございますね。はい、まあ、こんな感じでございますね。あ、いいですね。ちょっとね、昨日雨降ったんで下が軽くぬかるんでますが、非常に整備された登山口だと思いますね。登りやすい。はい、今ねこちら林道に出ましたね。林道に出てね分岐になってるんですけれども、どっちなんですかねこれ。まあおそらくこっちでしょうね。ちょっと林道の方上がっていきましょう。まあ、おそらくねこんな感じでテープが貼られてますんで間違いないと思いますね。はい、先ほどはね道標がねしっかりしてましたけれどもね、なんだかね道標がないんですけれども、なんだか至る所にですねこの目印のテープがありすぎちゃってね、 何がなんだか分かんない状況なんですけどね。これ分岐がねありますけど、方角はこっちなんですけどね、こっち行ってみるかな。なんかねでもテープはこっちなんだよね、これ。なんだろうね、これ。まあ、ちょっと行ってみますか、もうちょっと。テープがなんて言ってもね、これ、いっぱい貼ってるんで、まあ、こっちがメジャーな登山口と予測させていただきます。まあ、車で来れるんですね、これね。ずっとね。お、道標がありました。あ、間違ってないですね。道標があるとね、こう、安心しますよね。はい、今ですねまたね、まあ、分岐っていうレベルじゃないんですけど、林道からね入るポイントがねありまして、まあ、こんな感じでテープがね、いっぱいね巻かれてるんで、おそらくですけどねこれショートカットできる登山道になってるんだと思いますね。まあ、こっちからもね行けそうですけれども、結構ね大回りになる感じなんで、ちょっとねショートカットでちょいマニアですけど行ってみますか。よいしょ。うん、おそらく大丈夫だと思います。テープも貼られているんで、よしよし、ここから本格登山開始ですね。よっしゃ。はい、今ねちょっとね入ってみたんですけれども、なんかルートじゃない感じですねこれ。結構マニアックな状況なんで、まだねちょっと出だしなんでね、勇気を出して一旦攻めるのやめます。退散して元の林道から再アタックしたいと思います。これダメだ、違うわ。よいしょよいしょ。はいはい、仕切り直します。よし。はい、ねもうあれですね、こんな感じでねここまで車で来ようと思えば来れるんですね。でも普通にですね、林道を来ればいいんですね、これね。もうこちらがメジャーな男山、榛名山、登山口ってことでね、なってますね。あ、よかったよかった。余計なね、挑戦して戻ってきてよかったですよ。ね。また、偉いとこ行く羽目にね、
なりそうになりましたけれどもね。よし、あ、山見えてきましたね。よっしゃ、はい、分岐到着です。あ、こちらは子供の森にね、降りられる登山道ですね、これね。はい、あー、もうしっかりとした道標も立ってますんで安心でございます。いやー、展望がね、開けてきましたよ。よしよしよし、こう展望がね、開けてきますとテンションがね、上がってきますよ、これね。もう高度がね、上がってまいりましたよ。日光連山のね、男体山が見えますね。おっしゃ、ちょっとね、あのね林道の分岐がね、多くて意外にね、分かりづらい。意外にこれ登山道が分かりづらいな。合ってんのかがちょっとこれ今わからない状況でね、今噛んできてますけれども、危ないですよ、これは。間違ってる可能性もあります。ほらね、よいしょ、あー、これダメかな。はい、やはりですね、ちょっとルートミスでしたね。本日ルートミス2回目、なんとか修正かけまして再トライしてます。あ、こうなっちゃえばね、結構分かりやすいですね。こういう登山道になってくれるといいんですけど、林道がね、とにかくいろんなところにあるもんですからね。はい、あ、オッケーオッケーオッケー、よし、はい、いやー、これですよ、こんな感じですよ。いや、いいですね。よいしょよいしょ、あ、こっからが分かりやすそうだな、こういう登山道はね。よいしょよいしょ、尾根にね、今結構急でしたね。登り切りました。よーし、どうしましょうかね、これは。あ、道標があってね、男山本山春菜山ということなんで、最初にね、春菜山に行きますかね。春菜山方面に行って戻ってきますか。よし、あ、反対側の南側の展望が、あ、筑波山が見えるな。よっしゃ、やっぱ尾根にね、登ってくるといいですね、やっぱりね。よっしゃ、最高です。よいしょ、春菜さん、もう少しですね、おそらくね、あの頂上だと思いますけれどもね。よいしょ、もうちょいです。よいしょ、はい、春菜山山頂到着いたしました。三角点がありますね、こちらね。よし、とりあえずね、いつもの、よし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 、はい、あ、こっからね、子供の森の方に降りられるんですね。よいしょ、はい、ここもね、2回目ですけれどもね、あー、ああ、いいですね。はい。猿名山山頂、524メーターでございますね。よっしゃ。ああ、ちょっとなんか書いてあるな。書いてあるけど。ちょっとね、いつか書いてあるんですけれどもね、この石碑にね、ちょっと、読めないですね。よっしゃ、あ、春菜さんからのね、展望でございますけれどもね、こんな感じでね、最高ですね、日光連山。そしてね、宇都宮市の篠井地区がこう一望できるっていうね、形になってますね。はい、それではですね、今度は本山の方にね、戻ってアタックしていきたいと思いますね。よっしゃよっしゃ、あ、こちらですね。よしよっしゃ、男山山頂までもう少しだと思われます。まあまあのね、
傾斜でございますね。よっしゃ、はい、男山山頂にですね到着いたしました。三角点はないようですね、こちらはね。先ほどのね、あちらが春名山でございますね。で、展望はねこちらですね。南の方も広がってます。あ、富士山が見えますね。いや、見えた、富士山見えますでしょうか。これお届けできておりますでしょうか。富士山が見えました。よっしゃ、いや、いいですね。はい、で、日光方面もね、ちょっと松の木に軽く邪魔されちゃってますけどね、見えますね。いや、気持ちいいですね。はい、これよりですね、本山ですね、今日のねメインディッシュ向かっていきたいと思います。よし、よし、もう一度ピーク行きましょう。はい、今ね尾根をね歩いてるんですけども、男山からね先の本山にかけてはですね、本来ねこっちが本山が栃木百名山になってるんですけれども、まあ、ほとんどこれね人が入ってない感じで、こうねマニア感が満載になってまいってますね、これね。よいしょ、こう人の入った感じがしないですね。足の踏み跡がねほとんどないですね、これね。ほとんどっていうかないですね。まあマニアですねこれは。よいしょ、よいしょね、こんな感じでもう全くですよねこれね。よいしょ、はい、こっち、おお、いいね、こっちも。やっぱりねおかしいと思ったんですよこれね。やはり前、この本日3回目のルートミスですね。今日はダメですね。いやー、おかしいと思ったんですよねこれ。ほとんどね人が入ってないルートだなと思ってね。意外にねこの本山のルートは分かりづらいですよこれは。まあ、来た道また戻ろうと思います。やっちゃったな、また。よいしょ、はい、今ね結構こんな感じで、いい感じの坂を登ってまいりましてね、本山まであと 30m だそうですね。道標が出てきました。よいしょ、今度はまたあれか、登り切って、よいしょね、尾根歩きですね。よし、もうちょっとですね。はい、こちらですね栃木百名山ですね、本山山頂に今到着いたしました。でこちらですね見てください、こんな感じでですね大きな立派な三角点がね、ありますね。そして、こちらですね展望がいいんですよねこちらの山頂は。那須ですね、那須の真っ白にね、なった山、高原山ですね。ただ日光連山、いやー素晴らしい絶景ですね。いやー最高です。それでは、こちらですね篠井連峰を、まあ、縦走するですね、もっと長いルートもあるんですが、まあ、今日はねちょっと午後からまた予定があるものですからね、来た道で最短でですね下山したいと思います。よいしょ、いやーいいとこだね、何回来てもこれは。いや、はい、そういったことでまた道標がありました。中篠井登山口という方向にですねちょっと降りてみたいと思います。はい、そういったことでございました。こちらでございます。よっしゃ、はい、今ですね子供の森の方にね、下山してきました。こちらでございますね。で道標も出てますね。
ああなるほどね、こっちもいいですね。はいはい、こんな感じでございますね。で下山してきたね、道も結構下山しやすかったですから、意外とこっちのピストンもいいですね。はい、そんなところでございますね。いや、はい、今ですね、無事下山完了いたしました。いやーね、3回ルートミスやってしまいましたけれどもね、まあね、やはり原点に戻ってですね、方角とかね、そういったものをしっかりと改めてね、実施しながらの登山ということをね、改めて認識させられましたけれどもね、そういったことでございます。あとね、今回のこのルートなんですけれどもね、ちゃんとね、道標等出ておりますけれども、意外にこの林道とね、林業のこの開拓してる林道っていうんですかね、そういったものがですね、かなりねあるっていうことと、あとはテープがですね、通常主要のところにしか巻かれていないんですけども、いろんなところにですね、テープ巻かれちゃってるんで、そういったのもですね、ちょっとルートミスのね要因にねなってると思うんでね、改めてですね、まあ、テープは信用しないと、で自分でしっかり方角をですね確認しながら行くというようなところのね、原点に戻れた山焼きでございました。まあ、そういったことでですね、また山動画も上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。